まだあります。ヘディングでクリアするが甘い。ボックス内下げて左足シュート、こぼれて、一度ゴールキーパー弾いたんですがそれを見逃しませんでした。キッカー中島、どうか、決まった、フリーキックを決めました。岐阜追加点、中島健生のフリーキックがゴールネットに突き刺さりました。リプレイです。距離もありましたがうまくコントロールしたボール、風にも乗って、そして最後は右隅に決めていきました。岐阜中央へセカンドボール、中島に戻して、もう一度今度はファーサイドヘディング、決まりました。3点目を挙げました FC 岐阜。最後は三田ヘディングシュートが決まりました。23分、 FC 岐阜が今日3点目を挙げています。リプレイです。一度跳ね返ったボール中島に戻して、今度はファーサイドヘディングシュート、ここマークついていませんでした。ドンピシャリといったタイミング、叩きつけたヘディングシュートがゴールに吸い込まれました。大事なリスタ、セットプレー、左足ゴール前にヘディングはシュート、ゴール先制点は FC 岐阜、頭で決めました。前半の11分、2得点目ということになります。頭で合わせたのは三田春樹、正確なボールがゴール前に供給、ドンピシャ。打線の23分に続いて、あれも右からのクロスに対、まあ、その2週間相手のサヌキ、今日のこのゲーム、さあ1点リードを許してサヌキ、さあボール前カットした、中央かわして浮かしたボールがゴールに吸い込まれていって入った、ゴール、2点目川西、自身今シーズン2ゴール目。このボールここに突っ込んでいって川西がキープ、よく見ながら軽く浮かせていったボールをゴールの中に叩き込みました。これがゴールに吸い込まれて2点目、 FC 岐阜2対0。25も川西がキープ、ここはコンビプレーになります。川西と村田のコンビプレー、クロスが入る、ファーサイドヘディングはどうだ、入ったか、ボールの中にボールが点々と転がっている、3点目、これも川西、右からのクロス、ファーサイド気味に入ってきたボール2試合連続、ファーサイドにクロスが入って合わせたのは川西です。キーパー渡辺の頭の上、ちょうど顔の上あたりにボールが行く。大西、川西を経て右に叩く、さあ形を作る、そのままクロスを入れる、シュート、ゴール、村田決めた、ようやく奪った、村田期待に応えて3戦目、4点目が入った FC 岐阜、村田の右足、形を作って19分、スタメン起用にようやく応えました安間隆義監督の期待に応えて、右からのクロス合わせて詰めていて、右足そのままダイレクトボレー、船津のクロスに合わせた
見事だ。ニアが空いているが直接狙う壁に当たった。ゴールキーパー決まりました。強さを見せました岐阜。選手に当たったんですがファーサイドゴールに吸い込まれていきました。島が蹴り込みます。ヘディングは決まりました。ヘディングシュート決まって FC 岐阜先制。最後決めたのは水田です。コーナーキックが続いた中でそのセットプレーから先制点を挙げました。精度の高い右足から高い打点、水田のヘディングシュート。189センチ、ディフェンダーの三田がこの位置でヘディングシュートです。ボールが止まる。エリアのところからヘディング、決まりました。 FC 岐阜追加点。これで得点ランキングは現在のトップに並ぶという4得点となりました。川西です。ただいまの得点 FC 背番号10川西翔太選手のゴールです。クロスからドンピシャというヘディングシュートになりました。対して岐阜は追加点のチャンス。ヘディング決まった。やはりこの3点目もセットプレー、頭で合わせるニューゴールになりました。ただいまの点 FC 背番号4先制点を挙げるか。コーナーキック、ここはゴール方向に飛んでいって川西の前、決まりました。川西いきなりゴールを奪った。さあ今のシーンですが、甲斐そして三田の背中に、この吉浜のところでしっかりとボールが収まっている村田のところに落ちて村田のシュート。岐阜追加点、前半のうち2対0。3位の岐阜が強さを見せています。前半の24分、村田これが今シーズン2点目。やはりこの吉浜のところがポイントでした。石井、増田のところボール奪えず、村田ニアに蹴り込んだというところ、吉浜も見事なアシストです。前半ここまで失点がなかった岩手、いきなり前半だけで複数失点です。やはり攻撃力の岐阜の単独トップということになります。得点ランキング、さあ川西ゲット、6ゴール目。インサイドゴールの左、確実に流し込みました。探して左ワンタッチ、吉山上がりを使って橋本当たる、中2人クロスボール、川西の前こぼれ球、中島で反応、吉山のクロスボールが入ってくる。ファーサイド移籍後初ゴール、今日初先発の柏木陽介。今の場面です。橋本航のクロスは一度跳ね返されましたが、セカンドボールを高い位置で拾って吉浜のクロスに柏木が飛び込む、利き足とは逆の右足でゴールを絡め取りました。4連勝中の福島に対して、立ち上がり少し押し込まれているようにタッチの川西の落とし、吉浜からボールをさらった吉永、クリアは中に入ってくる。柏木コントロール、船津のシュート、取られたら取り返す、すぐさま勝ち越し FC 岐阜。今はクリアで逃れようとした福島、柏木でコントロール、船津の矢のようなシュート。柏木も落ち着いたコントロールから見事に落として、夏の右足迷わず振ったかった。走っていきましたが右の柏木ではなく左です。吉浜が受けて笛はありません。左サイド上がってきました橋本、後ろを下げてクロスを入れる。ファーサイド、フラッツヘディングシュート決まりました。2試合連続のゴール。
ライン際のところ、一度橋本が折り返して出てきたクロスに浅まで合わせたのは船津哲也。吉浜のクロスでした。前半20分を過ぎたところで岐阜が先制。岐阜のスローイン、ここ吉浜です。蹴り上げたボール、川西ヘディング左サイド、さあこれどうだ、チャンスになりそうか。橋本が上がっている、中を見て川西のところ、左足決まった、スーパーゴール、ベストタイミングで左足合わせてきました川西翔太。これで7得点。左サイド、橋本が高い位置を取っていた、そこにボレーでしっかり合わせた川西翔太、リーグトップ、さらにその差を引き離す7点目。タイミングはバッチリという左足、笑顔も見えています川西翔太。それから吉浜も左利きと、岐阜の2列目は左利きの選手です。合わせて柏木のところから川西2点目です。インスイングのボールからしっかりファーサイド合わせました川西。今のシーンもう一度見ましょう。左利き、この柏木のクロスからしっかりファーサイド合わせたのは抜け出してきた川西でした。これでこの試合2点目、そしてリーグの記録の中では8得点。町田、胸でボールを落とす、前には川西がいる、一人で行く、川西へパス、ここはチャンスを迎えるシュート、入った川西が決めました。やはりこの男がやってくれました。今のプレーご覧いただきましょう。背番号10川西が右足を振り抜く、今シーズン9ゴール目、ゴールランキング独走。コーナーキック、ストレート系のボール、もう一度中島だ、今度は決めた中島の右足。23分、先制点は岐阜に生まれました。ペナルティーアークで受けて、足しっかりとミートしました。
サッカーを愛するすべての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。